あ、また風が吹くんやったらちゃんと吹け。あわ、風がまだ緩いなと思った。あ、当たった、持ってけ。あー、あー持っていけない、ちっちゃいのかな。あー、あっから先がない。あー、ちっちゃかった。当たったけんどちっちゃかった。よっしゃ、持っていけ。あー、どうやろ、ちょっとはでかいかな。でかないわ。ジャスト50ぐらいけどガリやな。一応始めない。あ、あのここ来た時のでもあんなんが5本あったな、ほんまに。ほんのじゃん、大事でも大きさがです。500ぐらい。ちょっとでかい。よし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 、来た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 。60、こう、8君が来ました、ついに。よし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 、来た。よしよし、入れ、60。よしよ、入った。よいしょー。あ、出るな。よっしゃ、入った。60あるでしょ。ないか。55ぐらい。ビッグフィッシュがいけたかもしれんね。ああ、今日はもう完全にそれがフラットで、魚が当たり1回ものうて全部春節ブレイクだけやな。全然愛にせえへんとこばっかりで今年釣りしてんな俺な。年寄りどんだけポケットがあんにゃって。バイトの初日の1位は何もならないもんな。明日エコやし。明日チャプターやったら買ってんのに、チャプターやったら買ってんのに。5270g で1kg 半。5キロぐらいや、ほんまにあったやな。さあ、上田さんは今日は3800ぐらいやな。5キロあったらもっと上向けると思ってます。6キロあったらいいだろうなと思った。6キロあったらいいっていうところまでいいんですけど、その下がみんな5キロぐらいつってるじゃないですか。みんな変態ばっかしや。風強いな。ああ、開いたらええのにな思ったけど、開いへんかったな。クランクでクランクで開いたらええのになって思ったのに開いへんかったね。軽いのはあかんかな。どうもめで向こうのレンタルがあっちのブレークでええのかけてる。
スピニングやから分からへんけどな、どれぐらいええのか。ああ、逆光でマーカーが全然見えない。ああ、また触ってる。触ってるけどちっちゃいわ。2キロぐらいのちっちゃいやつですわ。よっしゃ、よっしゃ、入った。おっと。今釣れたワームがね、色があれ1本しかない。もうあと今から違う色。いや、今ご飯食べようかなと思ってタイミング待ってしばらく休めるのにご飯食べようかなと、もう一匹釣れたらええのになとか当たりは2回やってんやから。おお、回ってきてこの角で止まったりとか、そこの出っ張りで止まったりとかするだけやろな。ほんまに年寄りをいじめる風やね。わあ、抜けた。チビや。チビスケ君。チビスケ君でした。ピチ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 シャワっとんの。でもエコワーム食ってきよった。あ、食ったかもしれん。あ、あ、切れたんかな。あー、抜けた。あー、抜けた。あらだだだ、飲み込めよ。クックック、あとで全部乗れよ。何？お、触った。あれ、あれあんだけ待ったのに。ああ、行くぞ。やってたら触んのかな。あんだけ待ったのに。ちっちゃかったな。もったいないお化けです。あ、当たった。あ、当たったのに。まあね、4回目。ちっちゃいのかな。4回目。ああ、4回目の当たりが伸びませんでした。ちっちゃいのかな。だからまたやめられへん。これで打ってあかんかったら南へ下がろうって思ってたのに当たってしまった。よっしゃ。あー、ちっちゃいわ。こいつやー、亀の餌や残してたろ。こいつですわ。カメラ屋さん残せた。犯人はあいつでしょ。腹立つな。だから一回今年なんかだんだん一番初めにネストやるとこから始まるから、そういうのをここの長さを変えたりするのも覚えて、
ほんで打つとこの水深、特に琵琶湖何個は一番基本はすごい簡単なのは3月4月の沖の見えへんネストというのは 3.5 を覚えてたやつ、だいたい 3.5 のとこにあるって見えへんネスト、ほんで場所によって 2.5、 ほんで今月釣り行くにあったらこの針でさっき言ったこんな短いヘビ弾にして打つんやったら5メーター、ほんで5から 4.5 とかのラインになったら5よか深いとこはこのヘビ弾でこれした方が確率あるけど、例えば 4.5 を中心にしてすんやったらこれやってるよかスピナベートゆっくり引いてる方がいい。それもさ、からそのどこの場所の 4.5 やねんっていうのは春卵海よるエリアの沖、その沖へ行って魚探かけたらちゃんと今やったら 4.5 があるし、ほんで深い側やったら 5.9 があるし、それから5から 5.9 までの間はスピナーベイトではあんたらの腕では引けへん、俺らは引ける、なんぼ俺がスピナーベイト作ったってあんたらの腕では 5.9 は引けへん、ボトムは。だけど 4.5 はあんたらが投げて巻くだけで僕の作ったスピナーベイトやったら絶対にボトム引ける。なんでやったら俺のお客さんが引けてんやもん、投げて巻くだけで。だから 4.5 のとこはスピナーベイトしたするかラバージグするか、ほんでただこうやって季節が進む境にその 4.5 から次の内側の 3.5 とかに動きよったような時は3月の頭ギリギリぐらいの時はジグヘッドの方がええ、うん、ジグヘッドのドラッキングの方が絶対釣れる。ほんでそれには一番単純なのはカットテールの4インチで、だからジグヘッドの重さが32分の1か64分の1、ほんで自分の乗ってるボートから投げるやん、普通に投げてから1広2広出して風に乗ってドラッキング、ほんでそれ出しながら2広出したとこからト広まで探すの。ほんでその探すのっていうのは何やったらな、その日の風によって流れるスピードちゃうから、だから2広で流してて当たりないなって思ったら 3.5 のとこで、ほんならちょっと4広出すねん、ほんならどっかでコンって当たるわ、ほんならその日のその風覚えんねん、ほんならこの仕掛けは5広の出すんやなって、それをいっぱい覚えたら幾度みの風の違いで何広出すのかは覚えられるって。ほんですることは何にもせんねんもん、投げてじっとしてるだけやん、流れてたやん、流れてたら勝手にコンって入るから、ほんでコンって入ったら窒素でも50センチやぞ、そのラインで釣ったら。ほんでそれを32分の1にするか64分の1にするかっていうのもその日の風や、だから基本は32分の1で全然大丈夫、うん、ほんでカットテールの4インチで全然色なんか全然関係ない。いっぱいやってる、いっぱいゴンゴンや、もうほんまに。こっち側へ流していいですか。あれ外れた、あのまま持ってきよう。チャプターは25やったかな、何個やったこれもないけどな、亀のやつや、亀のやつや、
カメの餌ばっかり釣る。カメの餌だ。ああ、犬乗っとる。クンクンみたいな犬が。ああ、あかんかったな、朝の一頭だけやったわ。よいしょ、終わり。25やな。うわこれからもうっとうしな、もう死んで死にまっせ。キャプター日本のバイト1本。今の魚が朝行った上に釣れて、今日はやりますよ言ったら飛んで終わりだった。第27位ですね、1650グラム釣られました。トップ50、下これにしよう。はい、第28位です。1630グラム釣られました。ゲームビシデッペ4451喫茶店に置いておく。すいません、長いことお疲れ様でした。1年間本当ご苦労様でした。来年もまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ってね、できることとできないことがあるんですよ。またどうでもええウェーブが近くでくちゃ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 しおるし。ああ、マーカーのすぐ近くで。なんでこんな広い中で俺のマーカーはこんだけ邪魔されなあかんねん、ほんまに。ねえ、何でも頑張ってね、できることとできないことがあるんですよ。寒かったな。皆さんも真っ白や。さあ、初釣りですよ、初釣り。降って思うてね、めったに一人ではバッチリせえへんねんけど、初釣りはしたいなみたいな。ガイドのプラ兼ねてって言うてんねんけど、来たとこは沖ノ島ですね。簡単ですよ、沖ノ島でラバジブが。僕が冬場こっちで狙うのはね、沖ノ島側やと大体6メーター、大体6前後のぐらいのとこに綺麗な金魚ものボトムがあるから、ちょっとこうブレイク追ってきたとこにね、その金魚ものとこでラバジグ止めて待ってるイメージやね、6の。で、運よく吸うてくれたらええみたいな。で、この冬のラバージグはあれそう、こう竿をトントンってしてんのは誘ってんじゃなくて、もう場所移動、
もう昔から言うてんねんけどね。また当たり取るのはもうこの止めてる時。